モンフェラート公・ボニファーチョ一世は、第四回十字軍の指導者で、コンスタンティノープル攻略後、テッサロニキ王国を創設した。ボニファーチョは、モンフェラート公・グリエルモ五世とジュディッタ・ダウストリアの三男として生まれ、兄に、グリエルモ、モンフェラート公・コンラードがいる。彼の父と、兄二人は十字軍で活躍しており、兄グリエルモは、エルサレム王女、シビーユと結婚して、 ボードが5世の父となり、コンラートは第3回十字軍時にティルスの防衛に活躍し、シベリユの妹イザベルと結婚してエルサレム王になっている。ボニファーチョも若い頃から数々の冒険談があり、彼のトゥルバドゥールによって議曲化されている。フリードリヒ1世やハインリヒ6世に従い、ホーエンシュタウ編長のイタリア攻略に参加した。1193年に、 兄の後を継いで、モンフェラート公となり、1194年からシチリア遠征に参加する。モンフェラート家は、ヨーロッパ中の有力な家系と縁組をしており、フランス王フィリップ2世や新世ローマ皇帝、ハインリヒロク世、フィリップ兄弟はいとこにあたる。当時、ピエモンテは、オック語圏であり、その宮廷は、宮廷詩人や騎士道物語等、文化の中心として栄えた。 1201年に第4回十字軍の指導者、シャンパーニュハクティボー三世が亡くなった後、彼自身の軍歴とヨーロッパ王家との遠赤や、エルサレム王国や、東ローマ帝国等オリエントの事情に詳しいこと、等から、新しい指導者に選ばれた。同年のクリスマスに、いとこのローマを、フィリップの元を訪れ、フィリップの議定にあたる東ローマ帝国の亡命王子、アレクシオスと会っており、 この時にコンスタンティノープル攻撃が計画されたと推定されている。第4回十字軍はベネツィア共和国の思惑もあり、ハンガリー王国ザラを攻略した後、アレクシオスの要請に従ってコンスタンティノープルを攻略した。詳細は第4回十字軍参照。1204年のコンスタンティノープル攻略後、イサキオス2世の未亡人となったハンガリー王米ラ3世の 娘マルギトと結婚し、ラテン帝国皇帝の最有力候補とみなされていたが、強力な皇帝を嫌うベネツィアの意向により、フランドル・ハク・ボードアンが皇帝に選ばれた。ボニファーチョは、ボードアンと対立し、同年ギリシアで、テッサロニキ王国を建国した。しかし1207年9月に、ブルガリア帝国のカロヤンに吸収され、戦死。モンフェーラート皇国を、 戦災の子であり、長男であるグリエルモが、テッサロニキ王国は、マルギトの子であり、次男であるデメトリオが継いだ。1170年頃、ヘレナデルボスコと結婚し以下の子女を設けた。1205年、コンスタンティノープルにおいて、東ローマ皇后であったマルギトと結婚し一男を、設けた。ありがとうございます。